1958年、築地米三郎は、東京都出身の特撮監督、プロデューサー。東京品川の大井町に生まれる。聖火の前に、大井館という映画館があり、後、6歳から映画館に毎日通うようになった。1939年、神田電気学校を卒業。父親の親友だった、青島純一郎撮影技師の紹介で、 映画会社新興キネマに入社。撮影女子となる。1942年、新興キネマが大都営映画、日活と合併、第二本映画制作株式会社となる。各社とも社員を1、3にリストラしての合併だったが、この中に何とか残ったと語っている。同年、日本軍の要請で第二本映画が、香港攻略英国ホールルの日を制作。香港ロケに参加し、 合成を手掛ける。1945年、大日本映画制作株式会社が大英株式会社となる。1946年、新生大英で特殊撮影キャメラマンに昇進。この後、東方を公職追放され、フリーとなった、ぶらや英二が大英に食卓参加。ぶらやに指示して、特撮の技法を学ぶ。1954年、 ヨットを題材にした青春映画、真っ白き、富士の霊で特殊撮影を発演出。ミニチュア撮影のほか、東洋現像書が当時日本で初めて購入したオプチカルプリンターを使用し、パン合成に成功。フィルムにズレの生じやすいこの高度な技法を、ズレを調整する機械を作って、見事成し遂げ、長田正一大英社長から長田社長賞を授与される。 大英では特撮描写はリアルさが求められ全面に押し出されることがあまりなかった。撮影所でも特撮部門は力が弱く築地も監督表記されることはなかった。がやがて対策主義への移行とともに大英も大規模な特撮映画を制作するようになっていく。1956年カラー SF 映画宇宙人東京に玄丸に参加。 マトバトールを手伝う。同年、カラー作品、午後8時13分で特撮を担当する。1958年、氷壁でザイル登山シーンの特撮を担当。セットのスケール感を出すため、当時小学校1年生だった長男と、その同級生に吹き替えをしてもらった。息子は泣きながら演じてくれたという。同年、大影響撮影所制作の、 日蓮と猛古大襲来に参加。大英京都には特撮家がなかったため、築地は特撮アドバイザーとして呼ばれた。1962年7 0ト、mm、ル対策スペクタクル映画、旗、始皇帝の特撮を監督。当初、クジラ神の担当予定で段取りを組んでいたところ、長田正一社長から殺入直前に急遽旗,旗、始皇帝担当を命じられ、 クジラ神の特撮は、マトバトールに任せることになったという。1963年、特撮パニック映画、大群獣ネズラを企画するが、生きたネズミを使う、という撮影方法が衛生問題となり、組合葬儀にまで発展して、撮影中途で頓挫してしまう。テストまでして、会社に損させてしまいましたと実会している。1965年、RA 戦を担当。 また同年、大英発の怪獣映画、大怪獣、ガメラの特撮を担当。大ヒットとなり、シリーズ化された、ガメラ映画は、大英のドル箱シリーズとなった。築地は、根面の失敗の後の名誉挽回ですと語っている。この年、特撮に、理解のない大英を見限って退社。国際放映に移籍する。1966年4月、築地特撮プロダクションを設立。 テレビ番組などで腕を振るう。1967年、コメットさんの特撮を担当、ギャラクシー賞を受賞する。以後、各分野に特撮技術を提供、映画、ビデオ作品100本以上をプロデュースし、更新の指導にも当たる。1979年、映画の日に表彰される。2010年、文化庁より映画功労賞を授与される。 2012年3月30日、共戦癌の試し去。88歳没。新興記念までは、人太をキャメラマンに指示したが、兄弟子には、岡崎幸造がいた。特撮技師としては、戦後フリーだった、ぶらや栄治と交流があった。築地は、神田電気学校出身の映画人だが、ぶらやも、この神田電気学校の出身である。佐伯木監督の強い要望で、 真っ白き、富士の例で、パン合成に成功するが、この作品は、東洋現像所が、オプチカルプリンターを、初めて導入し担当した作品だった。東洋現像所でも、オプチカルプリンターの使い方が、わからず、当時、大英で、ベルハウエルを改造し、自家製のオプチカルプリンターを試作していたため、築地は一週間ほど東洋現像所で、光学合成の指導に赴いたという。 1956年の夜の町では自動車のミニチュアが崖から落ちるミニチュア特撮でミニチュアを指示している仕掛けが見えないようエバーソフトを道路に貼り付けるエバーソフトシステムという技法を編み出した。が、3つのカメラで高速度同時撮影されたラッシュフィルムを見た吉村監督は何が映っているのか理解できず、こんなの使えないよと文句をつけてきた。 そこで、明日の朝やり直して見せてやる。それじゃあ、明日の朝お目にかかる音、売り言葉に、買い言葉となった。築地は、だってのフィルムを5秒ほどのカットに編集し、翌朝吉村に見せたところ、吉村はその出来を絶賛し、もう特撮のことには口を出さないと頭を下げたという。築地は、活動屋の素人には、出来上がってからじゃないと見せられないと語っている。 この映画の特撮は、死者に訪れた原作者の川口松太郎に大変に褒められたという。ぶらや監督とは、フィルム合成の技術交換で親しくなったという。大英には東京も京都も、撮影所には最後まで現像所がなかった。昭和30年代初頭、特殊な製法の必要な絵合成の際の現像液は、東洋現像所が提供してくれなかった。このため、大英で、 金庫という技術者と、渡辺義夫で、現像液を研究し、発色現像に成功していた。当時渡辺は東方を辞めてフリーだったが、大英で、発色現像に成功した旨をつぶらやに、報告したところ、当時東方に復帰していたつぶらやが、合成日誌の向山博氏と二人で出向いてきて、教えを交うたため、発色現像のノウハウをすべて伝授したという。こういったいきさつで、 築地が R レイ線の特撮を担当した際に、大英には戦闘機のミニチュアを作る技術も技術者もいなかったため、旧知のつぶらや英二に頼み込み、大英、東方両者に内緒でレイ線のミニチュアを個人的に貸し出してもらった。大怪獣ガメラでも大規模特撮のノウハウが撮影所になかったため、かなりつぶらやに相談に乗ってもらった。1五十六年の表の目では、 屋外プールで船のミニチュアの撮影を行ったが、フィルムの感度の悪かった時代で、ん天の天候待ちで手こずり、プールに入ってミニチュアの直しをしたところ、その晩になって盲腸炎を発症。即手術となり、一週間で抜死して現場復帰し、なんとか風切りに間に合わせたという。1958年の日蓮とモル大襲来では、大影響と撮影所に出向し、 この映画のために特撮大ブールを作らせ、東京撮影所から船のミニチュアを運び込んだ。築地は特撮について冒険であり、チャレンジ精神がなければダメと語り、また人間関係が大切だと語っている。没年前年の2011年7月に刊行された特撮ニュータイプ8月号のインタビューにおいて印象に残っている作品として、幽霊島、ささめゆき、 ああ、冷戦、大怪獣カメラを上げている。ありがとうございます。